また石川県穴水町で地震発生時に撮影された映像では車と両隣に立つ家が大きく横に揺れている様子が見えます。とにかく今回のはすごかったとかひどかったというか、もう立っていられなかった。石川県内を走る道路の様子を撮影した写真です。投稿した男性の知人が撮影したということで、能越自動車道のインターチェンジの付近とみられます。道路の路面が何箇所も大きく陥没して走行できなくなっています。石川県七尾市で撮影された映像では建物が倒壊して幅10メートルほどの道路を完全に塞いでいる様子がわかります。撮影した女性は屋外に避難すると家の数軒隣にある倉庫が完全に倒壊していましたと話していました。うわー、大丈夫？石川県加賀市の住宅で撮影された映像では金魚の水槽が激しく揺れて水がこぼれる様子が映っています。こちらは富山県砺波市で地震発生直後に撮影された動画です。川の水が大きく波打っている様子が見えます。撮影した女性は車に乗っていてもはっきりわかるほど大きな揺れでした、本当に怖かったですと話していました。各地で被害も出ています。石川県珠洲市役所からの映像です。建物が崩れたのでしょうか、土煙が上がっています。警察によりますと珠洲市では倒壊した家屋に人が閉じ込められているという通報が相次いで寄せられているということで、警察や消防が状況の把握を急いでいます。お、これそうだ、津波だ、これ。午後4時半頃の新潟県糸魚川市です。すごい。いやー、これ逃げた方がいい。津波とみられる波が岸壁にぶつかりながら河口から上流に向かって川を遡っていきました。いやー、逃げた方がいい、絶対逃げた方がいい。午後5時40分ごろ、石川県志賀町の港近くで撮影された映像です。画面右側から津波が押し寄せて激しく打ちつけています。金沢市にある金沢大学近くの住宅地では、高台にある住宅地の乗り面が崩れました。少なくとも2軒の住宅が基礎の部分ごと大きく傾いています。内灘町の飲食店の駐車場ではアスファルトが盛り上がり何本も亀裂が入っています。電柱が複数傾いて斜めになっている様子が確認されます。輪島市の中心部では火事が起きました。午後7時ごろの映像では赤い炎が上がり激しく燃え続けています。県や輪島市によりますと住宅から出火したとみられ、消防などが消火に当たるとともに人的被害がないかどうか確認を急いでいます。震度5強の揺れを観測した福井県あわら市です。すごかったですね。これまでって経験したことない、怖かったですね。すぐ外出たんですけれども地面が揺れてました。昨日午後7時前に撮影された新潟市西区の画像です。道路に土砂や水が溢れ出している様子が確認できます。撮影した男性は道路が液状化したとみられ、泥と水が溢れていました。道路がひび割れたり隆起したりしているところもありました。こんなことは今までなかったので驚きましたと話していました。